サンマルコ食品株式会社は、北海道札幌市に本社を置く、冷凍食品製造会社である。コロッケ、春巻き、グラタンを主体とした、冷凍食品の製造販売を行っているほか、男爵コロッケ305屋用これや、藤見行きの店舗経営も行っている。カレーハウスサンマルコを運営している、極電商店とは関係ない。1979年創業。 創業者の藤井幸雄の父、藤井作次郎は、明治時代から旭川市で豆菓子の製造、販売を手掛け、陸軍第7師団に納入していた。幸雄は、父の事業を継承し、札幌で、北、誉れ豆製菓を経営したが1970年代に廃業。その後知人の事業を引き継ぐ形で、サンマルコ食品を創業した。 幼亭さんのふもとで採れる断食芋で作った、コロッケ、断食コロッケなどのヒット商品を生み、年賞約五十六億円時点と、コロッケの製造、販売では、全国トップクラスの会社となった。絵には工場、私の中の歴史三丸子食品会長、藤井幸雄さん一北のコロッケ粉仙機、菓子屋の子、忍は力父の言葉かてに二千六年二月二十一日、 北海道新聞有刊全道3ページ2008年3月31日までは、株式会社日本冷食本社工場。ありがとうございます。